勇気をやん。安心してください。入りません。じゃあ何しに来たの？みんなの顔を眺めに来たんですよ。みんなの苦しむ顔をね、スイッチオン！よっしゃー、じゃあ取り込みますかー。あ、せーの、ノー！うわー！よっしゃ！よっしゃ！どっちの冒険？今日、僕も何する？何しようかな。プール行く？いや、プールはちょっとね。いや、俺が行きたい。いや、ちょっとプールだるいわ。可愛い女の子いっぱいおるんぞ。どうしよっかね。お願い、行こう。まあまあまあ、しゃあなしね。客間違えてないです。セルフどう考えても逆じゃないですか。おっしゃー、じゃあプール行きますか。来た来た来たー、これこれいいね、俺も行くわ。お前何？先生は入ってくんな。いやいや、なんでお前も行く前提なの。いや、だって行きたいから。いや、普通に連れて行かん。なんで俺だけ？当たり前や、俺らとお前じゃ格が違うの。どういう意味だよ。俺らの種目はクロールで、お前の種目は平泳ぎっていうことだ。すげえネタだよ。いや、その言葉の意味がわからんかったわけじゃないか。いや、空気読めよ。いや、俺友達とプールとか行ったことないから行きたくて。じゃあ今日の給食のメロンパンくれたら言ってやるよ。そんなんでいい？はい。もう俺にもよこせって。いや、そんなこと言われても1個しかないし。じゃあ連れて行かんぞ。これじゃパン1個失っただけじゃねえかよ。給食のメロンパン1個余ったぞ。うわ、絶対に欲しい。勇気だけか。じゃあ、よし、じゃあ俺がゲットや。俺のこと一級じゃった。俺、先生も欲しい。先生お願いします。今日陽キャにパン奪われて俺食えてないんすよ。俺も奥さんに弁当作ってもらえて腹減っとったよ。これかわいそう。俺だって負けません。じゃあ行くぞ。じゃんけんぽん。グーシャロー。おいボケ。おいよっと、もらえません。あ、何言いようとかって。俺男気じゃんけんって言いましたよね。せっ、勝った方が男気見せて譲るんすよね。なんで俺の負けだ。なきゃあるかい。普通のじゃんけんやったろうが。先生本当にメロンパン食うっすか。当たり前よ、先生もメロンパン食いたいったよ。大人げなやかすか。教師の数神やおけん。メガネプスインキャー。お前いつけ。まあまあまあ食えばいいや。やった、いただきます。絶対に撮ってる、撮ってる、カメラ回ってるよね。全然、全然食べていいっすよ。まあでもその代わり、今食ったら一生昼飯なしですけどね。なんでよ。いや、だってこんな大人げないやつに弁当作りたくないっすよね、奥さん。あんた、どんだけ大人げない人だよ。みちこ、待って、嫁のみちこと電話つながってんの。そうですよ、今食べたら一生弁当なしになりますよ。そんなに食いたい。分かったよ、メロンパン譲るよ。待てよ。やったぜ、みちこ。おめえ、なんでみちこの LINE 知ってるの。みちこ、言っていいか。え、なんだよ。一回セックしました。おじいごめんぞ。お前守備範囲どんだけあんねん。12から35の美女飛ばして55のみちこへ行きます。特例だよ。なんでみちこだけ特例の。あと12は犯罪。そんなんいいんすよ。ゆうくん、パンゲットしたんであげます。マジありがとう。え、じゃあ一緒プール行っていいっすよね。気が変わった、やめとくわ。は、約束と違うやん。いや、別に契約書書いてないよね。プールに連れて行く義務ないよね。俺何回騙されるわよ。実はね、俺それ、お前が浮気されて言った時の一言やねんか。詳しくはこちらの動画を。俺だってみんなとランドワン行って、セスワンと唐揚げ90パーおしゃれかい。詳しくはこちらの動画を。まあ、とにかく、お前は連れていけないよ。おー、そんな争うな、お前ら。だって。どうした？話聞こうか。こいつがメロンパンあげたらプール連れて行ってくれるって言ったのに約束破った。あー、それは彼氏が100悪いね。まあ、彼氏さんには申し訳ないけど、俺だったら絶対そんなことはしないな。でも俺行ったらダメな。陰キャがおったらナンパの確率下がるけんね。でもそうやな。俺も言うて友達とプールとか行ったことないけん。仲間だぞ、ユキ。いや、まあ、それは先生はどっからでも陰キャ来そうや。言い過ぎやろ。先生、友達とプール行ったことないんや。じゃあ一緒に行こうよ。え、行っと？全然いいよ。絶対ダメだ。絶対俺よりこれ通った方がナンパの確率下がるやろ。いやいや、お前ら二人の顔よく比べてみろってお前。俺すんじ。絶対ナンパの成功率とか後付けの理由や。俺だけ連れて行きたくないっちゃろ。取り物やろ。お前だけ嫌なんだよ。なんで俺だけダメだ。俺意地悪もしてないしさ。で、別になんか嫌われるようなことしてないしさ。そうやけど、清潔感もあるしさ。そうやけどさ。じゃあなんてだよ。いや、お前、お前これ、さすが15くらい釣れないか、これ、いやいや、別にあの、なんか、タトゥーオッケーの。いや、バサイン！かっこいい。かっこいいな。マジでダメ、マジでダメ。マジで。いずれろ。恥ずかしくて一緒に行けねえんだよ。じゃあな、インキャ。じゃあな、負け犬。そんな。
えらい。ぼっちの冒険。いやー、昨日はプール楽しかったな。最高でしたね、先生。超気持ちいい。なんも言えない。瀬戸大也。てか、今日プール行っちゃうすか。先生、最高や。行こう行こう。やばい、このままじゃプールに行くのが流行って、でさ、俺以外だけの絆が深まって、で、余計俺輪に入れんくなって、先生。どうした、話意気込か。なんでもないっすよ。どうにかしてあいつらにプールを嫌いになってもらわないと。よっしゃ、プール行くぞ。え、俺も行きたいです。は、じゃあ息をついてくるよ。へぇ、ハブるわ。ごめん、バス5分後だから行くぞ。ゆえ、この辺行きたいんすよ。え、本当にハブるんすか。当たり前、誰がいいんじゃねえし。こいつらガチでハブるつもりだ。じゃあ作戦立てよう。バス乗るぞ。逆にいいんです。何がだよ。いや、陰キャの俺が行くことで引き立て役ができてナンパの成功率も上がります。今連れてくわ。うん、まあ確かに引き立て役おらんといけばな。やっぱいけるやん。あ、やっぱハブるわ。いや、お前割とイケメンじゃね。あ、でも僕プールの無料券持ってます。こんなの連れてくか。うんうん、まあ、もう無料で行けるのはいいな。あ、ちなみに期限は去年。やっぱハブるわ。うん、お前頭いいことぐらいしか取り柄ないけど、もっと考えてこうしよう。トラップに引っかかりましたね。だ、この会話をしている間にバスはもう行った。俺はハブるならお前らも道連れっていう作戦だったんだよ。そりゃ、あ、俺車出そっか。邪魔すん、はっきりでかいやつだよ。気づけよ。まあまあ、でも先生が連れて行ってくれるのは陰キャの俺でもかぶったりはせんか。悪いな、ユキ。この車は4人乗りなんだ。ちょっとコットスとユウ君と先生と俺で行ける。ミチコも連れてくから。奥さん連れてくれ。ミチコは家で家事やっとけ。気づけよ。いやー、プールついたなー。さてと、作戦2だ。はっ、ユウキおやん。最悪。安心してください、入りません。じゃあ何しに来たの。みんなの顔を眺めに来たんですよ。きしょ。みんなの苦しむ顔をね、スイッチオン。じゃあ、じゃあ、取り込みますか。あ、せーの。うわぁ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。みんな見ろ。作戦に、水温バチバチに上げて火傷させて、プールを嫌いになってもらう作戦。足、負けるんだろうか。やばい、出し切れちゃってる。行かされちゃう。落ち着いてるな。俺をハブった罰だ。動いてなくよ。間違えて水温100度にしちゃった。おい、外だろ、煮込まれちまってるじゃないか。うん、ゆうじろ美味しい、美味しい。うん、かずじろ美味しい、かずかずのだしじろ美味しい。うん、まずい、もつ汁だけまずい。言い過ぎよ。先生、生き返りましたか。おー、ショックすぎて生き返った。あ、今、水温戻すんで。うぅ、熱くて気絶してた。おい、お前何してんだ、陰キャ。そこまで俺らと、プール行きたかったんだよ。そうだ。だって、大事な親友と、夏の思い出を作りたかった。いやー、ごめんな。そこまでと思ってなくて。いや、もういいんです。おとなしく帰ります。いや、勇気、一緒に泳ごうぜ。いいですか。いいよな、みんな。まあ、特別な。じゃねえな。やったありがとう、みんな。じゃあ、みんなでプール楽しみますか。いや、さあ。え、ってか、みちこ来てるんですよ。おお、俺やけど。うわ、ちょっと待って。あ、やばい、ちょっと、あ、みちこの水着姿、やばい。あ、ちょっと、お母さん、お母さん。あ、勃起してきた。何やってんの。どちらかといえば乳首みたいけどね、これ。ないよね。悪いかと、悪いまでやるかと思ったら終わったよ。悪いのじゃねえ。終わり？おい、ラングチ。お前、ちょっとバカ。バカ。ちょっとリアル。終わった？終わった、終わった。おい、おい、おい。ちょっと、オッケー。それっぽくなるのやめろ。うわぁ。ぼっちの冒険ミニャツ。だろうがー！